一番の違いってその価値を提供しないとお金をもらえない。クライアントにしてみたらなるべく安く発注したいって思うわけだから、はい、もうこれ絶対埋まんないんだよこの溝って。よくよく貯金残高とか見たらあれこれもうやばくないみたいな。仕事を勝ち取るためにどういう強みを出していけばいい。今日は中地さんに、はい、フリーランスについていろいろ聞きたいんですけども、フリーランスのいいところは何ですか。フリーランスのいいところなんだろう、いっぱいあるけどね。それは自由に働き方を決められる、はい、基本的にサラリーマンやってると働き方を決めるってできないじゃん、はい、朝会社に行ってその定時までは絶対働かなきゃいけない。でやる仕事も会社から与えられたものをやるっていう感じだけど、フリーランスはそういうのが全くないから自分で働き方を自由に決められるっていうのはいいところじゃない。逆にフリーランスの悪いところは何ですか。悪いところは働き方を自分で決めなきゃいけない要は人間ってさ、ほら怠惰なもんだからさ、はい、本来だからその働かなくていいってなったらやっぱ働かないんだよ。9時出社で18時までいなきゃいけないって行くとちゃんと行くんだけど、そういうのが全く誰にも強制されなくなると本当に働かなくなる。他にもないけど働かないみたいなことになっちゃいがちだから、そういうところってあんま良くないね。それに働いたところでお金稼げるかどうかもわからないし、サラリーマンは基本的にまあ時給じゃないけどそれでも1ヶ月間働いたらまあ20万とか30万とかお金もらえるけど、フリーランスの場合は1ヶ月働いたところでもしかしたらまあやる仕事にもよるけど0円っていうことが全然あり得るから、そういうところはデメリットかな。フリーランスと会社員の違いは何ですか。ああだからやっぱり一番はお金のもらい方じゃない。まあフリーランスって言ったらもう普通に個人事業主じゃん、はい、で自分でお金を稼ぐってなるとやっぱり一番の違いってその価値を提供しないとお金をもらえない。でも会社の場合は別に価値提供しなくてもお金もらえる。まあその価値提供できる方がいいんだけど、ただその人によってやっぱり能力にもばらつきがあるし、で会社ってよくも悪くも人によるこうばらつきっていうのを何均一化するような仕組みだから、だから全然仕事ができなくて何だったら赤字なんだけどその人には普通に給料が払われるわけで、じゃあその人の給料どっから出てるとっていうと、めちゃめちゃ仕事ができるめっちゃ稼ぐ人のところからその人にお金が回っていくわけで、だから会社員だったらめっちゃ仕事ができてめちゃめちゃ売り上げとか利益を作っててもそこまで給料がもらえないかったりする。でも逆に言えばそれができなくてもお金をもらえる、はい、まあ、その辺っていうのがやっぱり違いとしてはあるんじゃない。フリーランスより会社員の方が楽ですか、うん、人による。その結局フリーランスって翌月の収入も保証されてないんだけど、はい、それをいいと思えるかどうかっていうのは本当に人によるじゃん。それでも別に大丈夫、自分はその会社とかに縛られたくない、自分のペースで働きたいからっていう人はいいと思うし、でも結構な割合でそういうのが無理っていう人も多い。要は安定した生活を保証されないっていうのが怖すぎてもうそれじゃ生活できないっていう人もいるから、そういう人にしてみたらサラリーマンやってる方がいいかもね。人による。俺は全然大丈夫な方、不安だとも思ってない人もいっぱいいるだろうし、別に食えなくなったらなんかわかんない実家に帰ればいいとかさ、はい、バイトでもすればいいやって思ってる人もいるだろうから、別にそういう人はそういう人でいいと思うけどね。フリーランスと個人事業主は何が違うんですか。あ、わかんない、同じもんじゃない。ただかっこよく言っただけいやそんなことないでしょすごい頭悪そうな感じだけどフリーランスになった場合仕事はどこで見つければいいですか。まあ、オンラインサロンみたいなとこ入ってそこで仕事を取ってくれてもいいし、はい、クラウドソーシングみたいなところを使ってもいいし、別に知り合いから仕事もらってもいいし、別にそんなのは何もないけど、あんまり現実フリーランスになろうとする人でそんなの困ってる人っていないんじゃない。例えばフリーランスで仕事をしていて、うん、企業や、まあ、相手と直契約で、うん、報酬の未払いが起きたらどうすればいいですか。報酬の未払いが起きたら、はい、そういうトラブルって結構あるんですか。あるある全然。あ、でもそれはあるけど、フリーランス以外でもよくあるんだけど、それが起きたらどうするか、連絡をするとりあえず連絡をする、連絡をして払ってもらう。それでもなんか連絡が取れない場合とか、いやもうそれは弁護士に頼んでとか裁判になるでしょ、はい、もうそれ以外にやりようがないから。向こうだってもう払わないのが悪いって分かってるわけだからさ、はい、でその人に対して払えって言ったってやっぱ払えない、払ってもらえないケースも多い、はい、だから確信犯的に払われない人はもうその強制的に払わせるしかないけど、はい、その強制的にっていうのはもうその裁判所とかそういうところ通してとかじゃないとできないから、もうそういう話になる。なんか結構食いっぱぐれることが多いよ。食いっぱぐれるじゃないか、取りっぱぐれることが多い、はい、その10万円のものに対して訴訟なんて、まあ少額訴訟とかもあるけどさ、そんなんやってるぐらいだったら他の仕事をやった方が普通に儲かるじゃん。確かに。だから基本的に泣き寝入りになるケースが多かったりする。もうそれはだからデメリットだよね、普通にリスクだったりデメリットの部分。なんか未払いにされないコツみたいなのがあるんですか。未然に防ぐコツみたいな。
まあ、相手がどのぐらい信用できるかとかってことで、いやまあでも契約書をちゃんと巻くことじゃない、とりあえず、はい、それが大事だと思う。割とラーナーになりがちなんだよね、フリーランスって。確かに、その知り合いだからもう別に契約書とかなしで口約束だけで行っちゃえみたいなことも多かったりするんだけど、はい、でもトラブルになった時にやっぱり困る、何もないと。契約書があると契約書にこうやって書いてあるからって言って、まあ、それこそね裁判とかそんな弁護士と顔を通す時も話ができるけど、はい、口約束だけで特になんか残ってない、もはやその会った時の話だけで言うと言った言わないみたいな水かけ論になりがちだから、はい、いや言ってないみたいな、いや絶対に言ったみたいなこともなったりするから、はい、結構ややこしいんだよね。なんで契約書をちゃんと巻くっていうのは大事なこと、まあ、ただ契約書巻いたって取れないものは取れないけどね例えば相手がお金持ってないとかそういうパターンね、はい、それが契約書で払うってなっても相手お金持ってなかったらもう取れないから。でも契約書は簡単に作れるもんなんですか？簡単に作れるか、まあ今はネットでなんだクラウドサインみたいな、はい、電子契約書みたいなのが結構今増えてて、昔だったらさほら契約書って郵送して判行してとかって言ってやり取りがめんどくさかったんだけど、はい、まあ、最近はそのネット上でオンライン上でやり取りをするとかも増えてるから、でそういうところだとテンプレみたいなひな形があったりするよね。向こうが用意してくれたようなもの、業務委託契約書みたいなのひな形あったりするから、まあ、そういうのをちょっと変えて作るとかはできるけどね。まあでもちゃんとしたものを作るんだったらそりゃ行政書士なり弁護士なりとかそういうとこを通した方がいい。フリーランスで赤字なら、うん、まあ、報酬がない状態だったら、うん、税金を納めなくていいですか？正確なところは分からないけど、はい、何か払わなきゃいけないお金はあるはず。まあその条件にもよるよな。売り上げが全然ないくて、はい、赤字なんだったら別に何もないと思う。でも消費税とかは利益じゃなくて売り上げに乗っかってくるやつだから、はい、そいつを払わなきゃいけないとかそんなのはあるけどね。まあゼロにはならないよね。法人でも同じだけどね。法人でも基本的には赤字だったら払わなくていいけど、はい、でも法人住民税とかそういうのは赤字だろうが利益ゼロだろうが払わなきゃいけない。でもそれ7万円ぐらい、均等割とかって言うんだけど、それは毎年ですか？それは毎年、7万円は払わなきゃいけない。でも逆に言えば7万円だけでいい。それはね、売り上げがなければってことです。まあてか売り上げてか利益がなければ。はい。フリーランス保険で入った方がいいですか？ああ分かんない、俺は入ったことないから。俺がやってた時はそんなのあんまなかった気がするんだよな。最近あるよね、はい、フリーランスの保険みたいなの。あんまり制度がよくわからないけど、メリットがありそうだったら入ったらいいんじゃない？どういうのがあるんだろう。売り上げ保証してくれるとかそんなさすがにないよな。あんまりその辺の話聞いたことないね。フリーランスの派遣入ってたから助かったみたいな話があれば教えてほしいね。そうですね、うん、クラウドソーシングで仕事を取ってるんですけども、うん、すごく手数料が高いんで、はい、直で契約したりしてもいいんですか？クラウドソーシング経由の人は直ではダメだね。利用規約違反。そう、あれ結構厳しいと思うんで、多分そのクラウドソーシング経由で知り合った人と、はい、その利用規約とか変わってるかもしれないけど、多分5年ぐらいは直で契約できないとかそういうのがあるんです。で直で契約したら100万円の罰金とか多分そんなのがある。だから割と人によっては全然そういう外でつながる人いるんだけど、はい、手数料がもったいないからって1回だけクラウドソーシング経由で報酬のやり取りをして、はい、それ以外はもう外でとかっていう人いるんだけど、ダメだね普通に。もう利用規約違反、まあ、バレればっていうことなんだけど、はい、まあ、いるけどね実際はいっぱい、うん、そういう手数料で儲けてるわけでさ、はい、クラウドワークスとかそういうのって、うん、まあ、アンサーズもそうだけど、それを直でやられたら全く儲からなくなって、そもそもそのサービス成立しなくなるからね。 そこが売上の源泉になってるわけだから、そこに関してはまあ厳しくしてもしょうがないよね。まあちょっと若干今の時代に合わない感じもあるけどね、もうそろそろ。そのクラウドソーシングのシステムですか？うん、うん、そんな 20% とかさぐらい取られるんだけど、それを取ってって、いやそれはもう嫌がるに決まってるじゃん、はい、それはそうじゃん。そんだけ取られるんだったらじゃあ通さないでこっそり裏側でやろうとか、そういうの使わないでなんだろう仕事を探そう取ろうとかっていうのもあったりするからね。若干古い感じはある。フリーランスはこれからももっと増えていきますか？もう増えると思う。契約制のない人はフリーランスになれないですか？いやそんなことないと思うよ。フリーランスなんて大体計画性ないでしょ。なんだ、計画性あったらフリーランスになってない気がするけど。まあ、どっちでもいいね。計画性があるんだったらあるで、はい、それはもうなんか戦略的にやっていけると思うからフリーランスでもいいし、計画性がなくても別にまあ、頑張れよ。仕事取れるからね。それこそさっきのクラウドワークスとかクラウドソーシングみたいなさ、はい、ところでいくらでも仕事転がってるから。
ライターでもデザイナーでも何でもやれば仕事は取れるから、フリーランスになって生きていけないみたいなことも、まあいるけど、あんまりないよね、実際には。今はそのぐらい充実してると思うよ。あのネット上のサービスとかが。仕事は探しやすい環境がある。探しやすい、探しやすい。まあ、SNS もそうだし、クラウドソーシングもそうだし、はい、まああと直接でも、オンラインサロンでもいいし、そういうオンラインサロンだっていっぱいあるじゃん。動画編集とかデザインだとか。そういうところに所属してると案件いくらでも降ってくるからね、はい、まあもちろんスキルがめちゃめちゃ低くてってなると仕事取れないかもしれないけど、まあでもそれは最低限頑張るところで、それがない、スキルがないフリーランスはやばいけどね普通に一番やばいからそれでどうやって仕事取るんだってか、お金稼ぐんだってなるからね。まあいるけど実際に、まあそれでもなんやかんや食いつなぐことはできるよね。クライアントとの関係の話なんですけども、うん、積極的に単価交渉はしていいですか？いや難しいね、関係性によるね。例えば単価交渉をするときにどういう交渉をすればいいとかありますか？受ける側としてこういう交渉だったら受けやすいとか。ああ、なんか条件みたいなのを提示してくれる方がいいんじゃない、うん、ここまで行ったらこのぐらいにみたいな、はい、そういう感じ。まあとかとかとか、まあアクセスでもいいし、はい、SEO でもいいんだけど、まあそれか作業の速さとか、はい、なんかそういうのがないと基準みたいなのがあるわけじゃないからね、うん、単価って言っても、はい、例えばウェブライターとして持ち単価1円 1.5 円2円3円とかって、じゃあこの文章力だったら2円でこの文章力なら3円ってこう線引きができないから、そもそも数字にならないもんだから、ってなるとなかなか難しかったりするから、まあこういう条件だったらこのぐらいの単価もらえませんかみたいな、まあそういうふうな聞かれ方をする方がやりやすいかな。でもあんまり積極的にはやらない方がいいかなとは思うけどね。でも結局断んなきゃいけないっていうのは、断るのもすごいストレスだから、はい、だからとりあえず交渉してみてダメならいいやみたいなのはやめてほしい。一番最初に仕事をする、まあ、クライアントさんの時に、うん、報酬単価とか報酬は低く設定するべきですか？一番最初のクライアント、まあ低く設定したら、自分の相場が分かんないんだったら、はい、高く設定していいことない気がするよね。一回仕事を低くする分には別に全然何の問題もないと思うけど、はい、ただその低い報酬でやりました、で次に依頼がないんだったら、その低い報酬でも満足してもらえないわけだから、はい、高い報酬払ってもらえないって、はい、だから最初は別に低くてもいいんじゃないかなと思うけどね。まあそのなるべく高く取りたいっていうのは、まあそれはそうなんだけど、はい、でもクライアントにしてみたらなるべく安く発注したいって思うわけだから、もうこれ絶対埋まんないんだよねこの溝って。高く取りたい人と安く発注したい人のマッチングだから、はい、この溝を埋めるってやっぱ難しくて、だからその辺はなんか先のことまで考えて、なんだろう、メリットデメリットをどう考えるかだよね。報酬の相場を見極めるにはどうする？まあオンラインサロンとか入る、もう交流するしかない、はい、そうするとこのぐらいの人はこのぐらいの報酬もらってるっていう情報が回ってくるから、はい、ああそしたらなんか、まあ、自分はこのぐらいなのかもなって思う。調べられないからね、なかなかそんなのも、もう本当にケースバイケースだから全部。それは自分のスキルにもよるし相手にもよるから、はい、同じスキル持ってた人だってそのクライアントによって、じゃあそのウェブライターで例えば持ちなんか1円のところもあれば3円のところもあるみたいな、はい、そんな感じになるから、合ってないようなもんだしね相場みたいなのって。例えばフリーランスに頼もう、依頼しようっていう時と、相手が企業とかに依頼しようっていう時となんか違いがある、うん、まあケースバイケースだけどね、それも。でもやっぱ企業に頼むと、まあある程度しっかりはやってくれるけどその分高い、はい、でもフリーランスはまあ言ってしまったら安いけど粗悪なものが出来上がってくる可能性が高い、まあ下手したら飛ばれる可能性もあるし、はい、だからその辺のあれをどう思うかだよね。多少お金をかけてもちゃんとしたものを作ってほしいとかって思うんだったら企業に頼むっていうのがいいかなと思うし、はい、でもそうじゃなくてなるべく安く頼みたいっていうんだったらフリーランス頼むとか、まあケースバイケースだよね。そうなるとフリーランス側からしたら、うん、仕事を勝ち取るためにどういう強みを出していけばいいんですか？まあでも安さとかっていうことになるんですかね。まあ安さもそうだけど、やっぱスピードじゃない一番大事なのは、うん、はい、要は土日でも深夜でも連絡返ってくるとか、それって絶対に会社じゃできないことじゃん。普通の会社は土日は基本的に働いてないし、はい、深夜とかって当然ね寝てるわけだから連絡返ってこないけど、はい、フリーランスは割とそういう無茶な働き方ができるから、はい、やっぱスピード感っていうのはマジで大事。スピード感がないフリーランスは結構ね致命的だと思うよ。なんて技術力じゃ勝てないんだから。
だって組織なんて何十人とか雇ってるわけで、その中でやっぱりそれこそデザイン能力あるとかエンジニアとしての能力が高い人なんているわけでさ、はい、やっぱそこに個人で戦いを挑むっていうのはやっぱりできなくて、例えばエンジニアとしての何能力とか経験があるのはこの人、デザインができるのはこの人、ライティングできるのはこの人って、社内だったらそういう人と抱えてくるわけじゃない、はい、それに一人で戦っていに行かなきゃいけないわけで、やっぱできないんだよね。そのトータルの能力で考えたら、その企業法人を一つの人として考えればやっぱりめちゃくちゃスペック高いわけで、はい、でもやっぱりそのスピードとかっていうのはあのフリーランスでも勝てる要素があるから、まあその辺じゃない一番。フリーランスは誰でもなれるものですか？なれる、宣言したらなれる。まあ宣言したらって、まあそうね、まあ自分がだからそれでもいいやって思えたらなれるんじゃない。だから極度になんかリスクを恐れすぎる人とかはなれないけど、はい、全然だからそういうの気にしない人は一瞬になれるもん。フリーランスになって失敗した人はいますか？何か事例があったら教えてほしいです。いや、あんまりピンとこないね。フリーランスの失敗ってそもそも何なんていう話じゃん。フリーランスをやってたけど、はい、あんまりうまくいかなくなってどっかの会社に就職しましたみたいな、はい、いや別にいいじゃん、就職すれば。もともと会社で働いてたんだからさ、はい、別にそれが失敗でもないし、わざわざそんな言い方もしないしね。だからフリーランスの人が普通にどっかの会社に就職するとかってあるけど、それが失敗したから就職してんのか、そもそもその会社で働きたかったとかさ、その会社で働く方が条件がいいからっていうのがわからないから、だからフリーランスの失敗ってあんまりピンとこないね俺は。そういう話自体は聞かないから。もちろん細かいトラブルとかそんなのはあるけど、はい、本当の意味で失敗してっていうのはあんまり聞かないね。飯食えなくなったとかは。逆にフリーランスになって成功してる人はいますか？まあいっぱいいるんじゃない。はい、いやでも、まあ、フリーランスっていうか、まあでもそこまでいくと多分もう法人化して法人になるから、はい、結局のところフリーランスのままっていう感じじゃない人が多い気がするよね。でもいっぱいいるよそれは。それこそ次に100万とか500万で1000万でも稼いでるような人は、はい、フリーランスに向いてる人はどんな人ですか？即レスができる人、はい、あと仕事が早い、まあ、仕事が早いといっぱい仕事受けられて、はい、それだけお金稼ぎやすくなるからね。まあ、他にはまあでもスキルが高いかな、なんかお金に変わるようなスキルを持っている。 はい、まあ、あとは過度にリスクを恐れないこと、やっぱそれが怖いともう仕事できないから、はい、メンタルやられちゃうからすぐその来月の収入が不安とかってなってると、うん、てかもうそんとずっと付き合っていかなきゃいけないから、はい、だから一回例えば稼げるようになりました、あこれで安心だって思ったらそれがバンって収入下がることがあるけど、その都度不安になったらもうやってられないから、だからそういう風にならないこと。フリーランスになる前にやっておくべきことは何ですか？クレジットカードを作る。へー、それはなんでなんですか？会社を辞めると信用がなくなってカードとか作れなくなるから。会社員のうちに作っておくことですね、うん、これ結構みんな言うし、自分も思った。そのフリーランスとかさ、はい、個人事業主の信頼のさ、やばい、えぐいよ。全く何の信頼もないもん。だから家の契約とかもできない、あ審査通らねえ。アパートとかも借りられない、まあ、借りられないは言い過ぎだけど、はい、でもやっぱりその辺をやるときにはすごいなんか、あ全然信用ないんだなって思う。あまあ銀行口座作るとかそんなのもそうだけど、はい、まあ法人もそうなんだけど、はい、法人で銀行口座作ろうとしても通らないんだ審査。だから作れないなかなか。特にメガバンクとかそういうところは厳しいな。だから信用がないから、だから信用がないとできないことっていうのはやっていく方がいい。まあだからクレジットカード作っておくとかね、はい、そんなのは先にやっとく方がいい。フリーランスになった後は何かやることあるんですか？開業届を出すとか。あ、はい、まあ、あとはでも本当仕事頑張るで、なんかそのめちゃくちゃ頑張る。やっぱ自分のね、どうしてもこう理想を追い求めがちだから、フリーランスになると、はい、理想って、要は今までできなかったことをフリーランスになったらやろうとかって言って、だからそれこそ朝はもう起きない、あ自分が寝たいだけ寝る、はい、でどっか行きたい時に平日に出かけるとか、はい、そんなんすると仕事できなくなっちゃうんで、で結構お金に苦しむ人とかが多かったりするから、はい、もうとにかく、最初はお金を稼ぐこと、自分の理想なんかよりね、はい、でお金稼いだ後でね、自分の理想を追い求めるのはの方がいい。それはね、自分自身が失敗した。あ、そうだったんです。全く会社を独立してから、はい、まともに働いてなかったから、2、3ヶ月。で、よくよく貯金残高
かとか見たら、あれこれもうやばくないみたいな働いたところですぐにお金もらえるわけじゃないから、やっぱり何か仕事を取ってきて仕事をしてお金をもらえるって、しかも直契約とかじゃなくてランサーとかクラウドワークス経由だとさらにお金払われるのが遅れるからってなると、あれみたいな、2ヶ月後ぐらいに貯金までなくなるけどみたいなとか、そういう経験があるから、とにかくお金稼ぐ方がいい、はい、確定申告はすべきですか？してください、もちろんしてくださいやらなきゃダメです、それやらなきゃダメでしょ。税理士さん、会計士さんにお願いするタイミングとかってありますか？まあ自分がめんどくさいと思ったらじゃない、なんか自分がそれをやってるよりもなんかその分仕事した方が儲かるって思うんだったら、はい、その頼んだらいいと思う、はい、まあ別に自分でやったっていいんだけどね、そんなにめんどくさいこともないだろうし、今はまあ便利な世の中だから、その便利なソフトとかいっぱいあるからね、そういうのであればそんなに面倒くさくないだろうし、はい、別に自分でやってもいいと思うけど。フリーランスになると飲み会とか食事のお金が接待交際費になりますか？まあ食事、その仕事の話とかをするんだったらなる、はい、まあフリーランス、まあそうだね、その経費として認められるようなもんだったらなるって。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。フリーランスになったら、うん、おしゃれなカフェやワーキングスペースで作業すべきですか？まあ、自分のモチベーションを上げるっていう意味では悪くないんじゃない、はい、いや別にそれはでも人によるけどな、別にやりたかったらやればいいんじゃない、なんかその雰囲気とかあるじゃん、はい、そういうおしゃれなところで働いてる俺かっこいいみたいなさ、はい、そういうのがあってそれで仕事頑張れるんだったら全然いいと思うけどね、ただまあなんか現実はそんなに単純なもんでもないし、大体行かなくなるけどねそんなところ大体家から出なくなるから大体無駄だけど、まあなんかそういうのが楽しくてやるんだったら全然いいんじゃない、俺がスターバックスに行くようなもんだよ中西さんにとってフリーランスとは何ですか？業務委託先そうですね、いやでもお世話になってるよ、いろんなフリーランスに、ライターもデザイナーも、はい、フリーランスいないとうちの仕事回らないから、だからすごいお世話になってるし、そのフリーランスどんどん増えてるけど、それによって、ね、頼める人もいろいろ増えてるから、はい、まあ、助かってるよね。今日のアベメモです。フリーランスは会社に縛られず、好きに仕事を選んだり、自由な時間や場所で作業する働き方。自分が頑張った分だけ成果になる。クラウドソーシングを使えば仕事はある。フリーランスの強みはレスポンスの速さ。なる前にクレジットカードを作っておく。